はい、皆様こんにちは、便利やハッピーの門野口です。はい、天気良くなりましたね、午後になってから。雲がほとんどなくなって青空が見えてまいりました。午後4時の時間となりました。7月27日火曜日午後4時16時でございます。はい、熊谷市は、司法寺なんでしょうか。今井の方ですね。付近から田んぼに囲まれたところです。ちょっと処分先に荷物を下ろしまして戻るところでございます。30度、今日は、行ったか行かないかぐらいの29度、30度、現在も29度ぐらいです。台風が近づいてるっていうのはあるんですかね、その影響もあったんですかね、曇って雨降ってたら。ちゃんとしたテレビのニュースとか天気予報見てないんで、わからないんですけど。夕方の時間になって夏空を思わせる、青空が見えてきましたね。ちょっと光が眩しくてですね、ちゃんと撮れてないかもしれないですけど、はい。359号線ちょっと逆光になっちゃってるんで映ってないかもしれないですね。の北側、今東側は走ってます。右方面、北側行くと目沼地区になります。この辺は鉄筋の作ってる国工業さん、会社さん結構多いっていうか、でかくやってますね。熊谷市下永、通りが狭いので、ただ車の往来は多い方ですね、この県道。ずっと道なりにまっすぐ行くと籠原の方に出るんですけれども、でとっても便利な道路ですね。こっちの目沼方面と原方面結ぶ道路。今日業務の方も一段落してある程度の忙しさから解放されたっていうのがあってほっとしております。だいぶあれですね、今ウツボカズラが見頃になってきたんですかね。黄色いウツボツ、なんていうんでしょうかね、ラッパ状の黄色い花をさ、逆さにしたようなのがぶら下がってるの。ちょっと名前間違ってたやつ、後で調べて間違ったら訂正します。ウツボカズラ。はい、奈良小学校前、この交差点も広くなりましたね。2、3年ぐらい前から工事続けてましたけど、長い時間かかってましたね、広げるのに。ネットのニュースもあんまり目通してないぐらいバタバタしてて、忙しく動き回ってたので、今日は車で動き回るっていうよりは体を動かして動き回ってましたね。体力的に大変な一日でございました。私に関してはですね、はい。本日も便利やハッピーのご利用誠にありがとうございます。福山つぶんさんのトラックは本当に法定速度をちゃんと守って安全運転です。ゆっくり行けるので、私もゆっく
くり行きたいと思います。まだあのセミの鳴き声が非常に聞こえてますね。中奈良の方です。ここの将軍ラーメンさん、三峰さんリニューアルしてるんですよね。ちょっともう1、2年、2、3年経ってますか。将軍辛味噌ラーメンとか、なんか辛い普通のそのラーメン、あの辛さ増せると、もうだいぶ何年も10年近く前とかなんで、それでも辛かったですね。普通の辛さ増してなくても辛かったですね。ちょっと食べられなかったです、辛すぎて。アメリカ扶養、ピンクの花、綺麗ですね。大輪の花を咲かせてます。ここはちょっとあんまりスピード出すと対向車が結構大きな車来ると危ない思いしますね。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。